はい、はい、トシー隊長です。はい、チャラリンコ恒例の清高とトシー隊長の釣り長考、はい、いただきます。はい、乾杯。乾杯。はい、どうも清高です。今日はですね、恒例になってきました、トッシー隊長とのコラボ釣りです。はい、そうしたらなんとですね、2人ともですよ、2人とも奇跡が起こりました。ご覧ください。はい、その奇跡なんですが、開始早々に起こりました。まずは僕のドラッグカラーになったんで、ご覧ください。乗った。やっぱ持ってんな。なんだろう。結構でかい。でかい。結構でかい。長い系。長もんだなこれ。イエーイ。よし、回ってます。すげえ。あ、俺タモ用意してねえわ。タモ。あ、結構でかい。でかい。抜き上げられない。いや、抜き上げられるから。あ、でもでっかい。あ、A にしようよ、コキタビだな。やだ。もうちょいドラグ出した方がいいかな。あ、いいな、楽しそう。来た来た来た。なんだろう。結構でかい。でかい。なんだ。あ、低い。でかいでかいでかい。アナゴかな。あ、やった、アナゴだ。イエーイ、やった。でかい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 。イエーイ、またでかいアナゴ、やった。抜ける。あ、タモっすね、タモ、タモ、やった。やった、でかいアナゴ、やった。初めて見た、こんなぶっといの。マナナゴ。黒じゃない、マナナゴ。マナナゴだ。前よりちっちゃい。こんなでっかいの、初めて見たよ、このマナナゴ。前よりちっちゃい。前はね、もうちょっとでかかった。78。マナナゴだ。78cm だったんで。これはすごいわ。やった。これうまいわ。針外しあります。あー、やばい、ぐちゃぐちゃしないで、ぐちゃぐちゃしないで。やったやった。これマーナゴ、マーナゴ、ほら点々ありますもん、ほら。黒じゃないです、マーナゴです。やったやった俺もそれ持ってるな。やったはい、前回の 78cm まではいかなかったんですが、マーナゴまた釣りました。黒じゃないですよ、マーナゴですよ。黒アナゴじゃないです。このサイズはね、ほんとここにしかいないんじゃないかってぐらい、もうほんとね、感動ですよ。これはずっと狙ってたんでね、 78cm でなかなか釣れなかったんですよ。小さいアナゴは釣れてたんですけども、なかなか大きいのが釣れなかったんで、この時はね、前回の 78cm で嬉しかったんですね。はい、今日またまた言いますよ。俺も釣ろう、これ3までやろう、これ。これマアナゴですね。黒アナゴじゃなくて普通のマアナゴです。でかいです。60ちょいですかね。ランカーサイズ。はい、やっぱりここの釣り場所はいいですね。何か奇跡が起こるんです。本当ミラクルが。そしたらトッシー隊長も来ました。隊長来たか？反応があった。おっしゃってください。来てる。かますかな。お、いい感じ、いい感じ。なんだ、おー、いい感じ、いい感じの引き。めっちゃ強い強い。おー、強い。なんだ、バス用のロッド。うわ、なんでこれ。なんだ、強いぞ。うわ、おー、引くな。面白い。これアナゴじゃないかな。アナゴ？そうですね。アナゴ。お、でかい。あ、アナゴだ。大丈夫、アナゴ。でも、キヨさんほどでかくない。あ、バレた。バレた。手前でバレちゃった。あ、でも大丈夫、こっちに引っかかってる。うん、隣の竿に引っかかってる。隣の竿で釣れてる。こっちだ。おっしゃ、でかい、おっしゃ。おーじゃ、あーじゃ、隊長も、おー、あ、入ってる。入ってる。おーしゃ。隊長もアナゴ釣りました。こっちじゃなくて、こっちに。あ、海蛇。アナゴっすね。アナゴ、よかった。アナゴ。
マアナゴ、イエーイ、タイちゃんもマアナゴ釣りました。はい、はい、やりました。俺もね、あ、でかい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 、でかいでかい、釣ってるのはマアナゴ、俺が釣ったんだよこれ。でかい、だ、タイちゃんもマアナゴゲットです。やりました、やった、2人とも釣りました。やった、危ない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 。まあでもキヨさんには太さかからないけど、ね、はい、どうしていただいても釣りました。よかったですね、明日ちょっと飯がいっぱい増えちゃいましたねこれ。それでもこれぶっといば美味しいっすよこれ。初めてこんなの釣ったもん、ね、ここすごいっすね、面白いですよほんと。ここはここだからほんといいんですよ。だから前から誘いたかったんですから、だからずっと言ってたじゃないですか。いやでもね、やりました、やりましたね。はい、おめでとうございます。これで一安心。はい、でも本当にヒヤヒヤした。いや、バスロットですよ。バスロットで当たりが来たから、隣の方にかかってお祭りしてたんですね。はい、俺のストリングつけてみます、それともなんかどっかで行かせてみます。いやでもね、自分がぜひ来てくださいって言って紹介したところで釣ってくれるって本当嬉しいですよね。そしたらトッシー隊長、また2匹目がアナゴ釣れました。発見された。いやこの辺ね本当楽しかったです。なんかねここの釣り場本当ねミラクルが結構起こります。いろんな魚が釣れるんで、噂だとあれもいるらしいんですよ。あれもこれね、僕は次釣りますんで、それはそれでお楽しみに。いやー今日もいい時間でした。では次回清高アウトドアはこちら、今回釣ったやつを食べるです。穴開きバケツを使って焼いて、酢飯の上に焼いた穴子を置いて、刺身と一緒に食べます。最高でした。ご覧ください、お楽しみに。ではまた。